ツールド・ノト400は毎年9月に実施されている自転車サイクリング大会。ノト半島の進行を目的とし、1989年に第1回大会が開催された。総距離が 400km を超えることから、ツールド・ノト400を大会名としている。あくまでも交通規則、大会規則を守りながら、完走を目指す自転車サイクリング大会だが、 3日間とも、出走制限時間制が設けられ、設定時間内での走行が求められる。このため、コース途中でのリタイアを余儀なくされる参加者もいて、サブタイトルのサバイバルサイクルのゆえんになっている。リタイアした参加者は自衛隊のトラックに回収されて、その日のゴール地点まで輸送された。第一回大会に限り、10月8日から10日にかけて開催されている。初日は、 内灘町にある自転車競技場内で開会式が取り行われた。砂浜であるチリ浜ナギサドライブウェイをコースとしたのも第1回のみである。能登地方に入ってからは、滋賀町三名サイクリングターミナルに至るほとんどを自転車道を使っている。それ以降は主に国道249号線を使い、門前チェックポイントで休憩し、円山峠を経由して輪島市ゴールまでを走った。 また、三日目も今では全く、コースとなっていない、野戸島一周、そして、和らから、中野と地方を経由して自転車道に戻り、内灘ゴールを目指している。特に初日の天候はほぼ暴風雨と言っても良いほどで、スタートから、門前チェックポイントまでが逆風と雨という過酷な、ものであった。なお大会が認める。 全大会参加者は5名となっているが、全大会3日間フル参加者は、群馬県より参加の1名のみである。第2回大会以降、出発点と最終ゴールは、アクアリゾートルネス金沢に変更された。3日目コースが、富山県氷見市を経由してゴールするルートとなったのも、同大会からである。ありがとうございます。